エリコロです。エリコロのたやっと企画。まずは2022年6月13日から6月19日までの体重の記録をご覧ください。65.00、64.80、64.80、65.05、64.75、64.75。はい、ということで今週の結果はマイナス 0.45kg でした。トータルでマイナス 10.95kg です。あー、やっとマイナスの結果になりましたね。3週か4週連続でプラスプラスプラスって増えてっちゃってたのでですね、ちょっとだけですけど安心しました。あー、よかったって感じですね。それで私今週ですね、前半は実は京都に旅行に行ってました。それで本当ダイエットのこととかを気にして旅行中にですね、あれは太るから食べないとこうっていうのがですねちょっと寂しいので、なんかダイエットチャンネルのやってるくせに大変恐縮なんですけれども、京都でですね抹茶尽くしのスイーツ食べたり、抹茶のパフェ食べたり、食べたい団子みたいなやつ食べたりとか、なんか本当に何も気にしないで完食もしましたし、ご飯もですね食べたいもの食べてきました。ただですね毎日2万歩って平均したら1日2万歩歩いてたんです。なので食べた分一応こう歩いてカロリーは消費できてたんじゃないかなって思いました。なので食べてはいたんですけど、体重はなんとか65キロ行ったり来たりをキープしながらですね、極端な増量もなく今日も帰ることができました。そんな感じでですね、ダイエットダイエットしたような生活は送ることができなかったんですけど、京都は割とですね私が食べたいなと思うものについては脂質は少なめだったので、すごいそれは良かったなって思います。ダイエット意識していないとはいえですね、ダイエットにはすごくありがたいこう低脂質なご飯をたくさん食べさせていただきました。でたくさん美味しい京都の美味しいものを食べて、素敵な場所に行っていろんなものを見てすごく刺激されてですね、それでもう頭の中とかも刺激されて右脳も活性化されて、今とっても前向きな気持ちになって帰ってきてます。なので今週は本当にですね現状維持というか、なんとか65キロ行ったり来たりキープっていう感じになりましたので、来週は本当にもうですね6月も真ん中過ぎちゃったのでですね、全開で行こうかなと思います。ただですね私ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとエンジンいきなりかけすぎてですね、すぐどっか痛めたりとか体調崩したりする厄介な体なのでですね、なのでちょっとずつエンジンかけて自分のペースで頑張っていきたいなって思ってます。で痛かった手首もだいぶ良くなりましたし、痛かった首もですねだいぶ良くなりました。ただ油断するとまた痛くなったら嫌なのでですね、気をつけてやっていきたいなと思ってます。はい、そんな感じでですね今週は旅行に行ってたのもあってちゃんとダイエットっていう感じではできなかったんですけれども、旅行ではすごく歩いたのでなんとかですね65キロ台というか行ったり来たりですけれどもキープすることができました。はい、そんな感じでですね、私今お話ししているのが毎週水曜日の1週間のまとめの報告の動画になります。それ以外に毎日毎朝6時にですね、前日の食べたもの、あとどんな運動をしたかとか、Vlog ですね、1日の流れ、ダイエットしてるくせにって思われるようなシーンもたくさんあるんですけれども、包み隠さずですねお伝えしてます。カップラーメン食べちゃったりしたりもするんですよね。もうダメなんですけどね、でもなんか頑張ってる時は頑張ってるのでですね、気になる方は見ていただいて応援していただけると嬉しいです。そしてもしですね興味あるなと思ったらチャンネル登録ですとか、なんか良かったなと思ったらグッドボタンとか
かですねしていただけるととっても励みになりますのでよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回はこれくらいにしておきたいと思います。また来週もですねマイナスの結果になってちょっとずつ本気で喜べるようにですねぬか喜びじゃなくて本当にやったーって皆さんと一緒に喜べるように頑張りたいと思いますのでお楽しみにしててください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。